チョコは乃木坂46の星野みなみと松村さゆりです。今週のテーマは鬼滅ライブということで、おなんか見どころは何ですか？でもなんかライブといえば毎回結構新しい衣装を作るじゃないですか。確かに。で今回は実はみんなでねメンバーで話し合ったんよね。そう、あんまないね、初めてかもね、ちゃんとみんなで話し合って決めたのは。そう、しかもね、なんとね、星野さんの案なんですよ。まあ、ちょっとだけね、最初だけ、ね、基本みんなで話し合って、うん、みんなで相談しながら、あんまりね、なかなかね、決まらなかったんだよね。そう、どういうのがいいのかな、ちょっと悩んじゃったけどね。悩んじゃって、でもみなみちゃんがすごいいいことを言ってくれて、それにみんな、それがいいねってなって決まった新しい衣装なので、とても楽しみにしてほしいです。もうみんな絶対チョコにも注目してみてほしいですね、ね。はい、というわけで、はい、それでは最後にいきます。せーの、あっち向いてほいネタバレしちゃうネタバレがすごいけど、でもね、これ引っかかった人いるかな、かな、まあ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 、わかんないよ。そうそう、だからあっち向いてほいだから、ね、はい、かかった人は残念でした。今日の日着は松村さゆりと星野みなみでした。またね。バイバイ。バイバイ。